Welcome to Happily Ever After Podcast Episode Number 149. 今日は大人の女子校の広報、大人の女子校っていうのはオンラインのビジネススクールなんですけれども、広報をされている川俣あさみさんという方をゲストにお迎えしました。あさみさんは大阪でバリバリ働いていらっしゃったんですけれども、ご結婚して茨城県に、移住してから、もうキャリアとかもう終わって、いいお母さんになるんだって思ったらしいんですが、そこから、まあ、一生懸命お母さん業、まあ、主婦業というのをされていて、でもやっぱり自分で何かしたいと思って、まあ、パン教室を始められたところからいろいろな出会いがあって、今のお仕事をされていて、お仕事のお話をされているとき、本当に楽しそうなんですよね。一旦もうキャリアもこの先ないみたいにして諦めたところから道が開けていって、そんな生き生きできる自分らしさを生かして人の役に立てるお仕事っていうのを再びつくことができたあさみさんのストーリーって、今何かね、現実にまあ環境的なこととかがあってちょっと目の前が塞がってる、ここからどうやって出たらいいのかわからないみたいなに思ってる女性にすごく力を与えるインタビューじゃないかなと思いますので、最後までどうぞお楽しみください。こんにちは。大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは、自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。インタビューエピソードでは、世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。今日は大人の女子校というオンラインで学べるビジネススクールで広報されながら、個人事業主向けの講師としてもご活躍されている川俣あさみさんをゲストにお招きしています。あさみさんは大阪の広告会社でバリバリと働かれていましたが、結婚を機に茨城県に移住、専業主婦として子育てをされた後、ご自宅でパン教室を始められました。その後、大人の女子校でビジネスを学ばれ、社長秘書として働かれるようになりました。現在、田舎に住んでいてもバリバリとビジネスで活躍できることを発信し、女性の可能性を広げることをテーマにお仕事を続けていらっしゃいます。あさみさん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず、あさみさんをご存じない方のために自己紹介をお願いできますか。はい、今ご紹介いただきました川俣あさみと申します。出身は大阪府で、大阪府出身の36歳で、今はエンジニアの夫と2人の息子、小学校1年生と幼稚園の年少さん4歳の男の子、2人の男の子と4人で茨城県に住んでいます。主人とはですね、大学生の頃からの、まあ、縁でして、実家と実家が30分の距離なんですよ。2人とも関西出身で、はい、そうなんです。主人とは遠距離恋愛をして結婚したんですけど、私は新卒の時は広告会社、大阪の広告会社とか、あと外資系金融機関で働いていて、主人は就職したら茨城に配属になっちゃったので、4年、5年ぐらい遠距離をして、ああ、そうなんですね。に私が茨城に来たという経緯です。そうなんですね。はい、そうなんです。じゃあ、遠距離恋愛で、はい、その間、はい、大阪でキャリアウーマンとしてバリバリと働かれていたということをお聞きしたんですが。はい、そうですね、うん。当時はどんなライフスタイルだったんですか？そうですね、広告会社なので、人材系の広告会社なんですけど、本当に平日は仕事一色みたいな。会社のネットワークが夜10時に切れるんですよ、ブツって。うん、そこまで働くみたいな。日中外回りしてきて、最後はやっぱり
会社でやる事務作業があるじゃないですか。10時までに終わらせないとプツって落ちるんで、必死になるみたいな。え、毎日帰宅するのが、そうですね、毎日10時ぐらいまで働いて、帰宅するのがね、日付変わるちょっと前ぐらい。え、みんなそんな感じなんですか？なんかやっぱりまだこうワークライフバランスとか言われてきた頃だったんですけど、私が新卒の時って、私そんなあのベンチャー系の会社だったので、ライフは平日はないですね。だから週末に昼まで寝て元気になるみたいな。でも茨城県にも行かないといけないって感じですよね。そうなんです。なんかちょうどよかったんですよ。主人はその毎週毎週帰ってこないじゃないですか。大阪と茨城って5、6時間かかるので、なので、まあ、月に1回会ってたかなみたいな感じで、まあ、ちょうどよかったですよね。仕事に没頭したい時だったし、やればやるだけ分かるようになるし、成果も出せるじゃないですか、若い時って、まあ、すごい仕事してました。じゃあそういう朝から晩まで仕事をするようなライフスタイルをされていて、それでご結婚で行かれたんですよね、はい、茨城に。そうです。私その広告会社で働いた後に外資系金融機関でもちょっと働いてたんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです、うん、実は外資系の金融機関っていうのはですね、 95% 男性ばっかりの会社だったんですけど、なんかそのちょうど当時女性がずっと働き続けるっていうところ注目されてたので、そういう男ばっかりの会社でも女性がどうやったら続けていけるのかみたいなプロジェクトが立ち上がったところにちょっとお声掛けをいただいて、1年そこで働いてたんです。でも主人とはもう結婚しようねっていう話になってたので、その会社大きかったので、そこで成果が出たら水戸支社に行かせてあげるよみたいな感じの契約で入社したんですよ。それで行かれた時にもう、じゃあそこでお仕事をされたってことですか？そのつもりでその外資系の会社で働いてたんですけど、私ちょうどその頃に、まあ、成果があまり出なかったのもあるんですけど、子宮内膜症っぽいねみたいな診断を受けて、子供ができにくいかもしれないよみたいな、まあ、でもそんだけ働いてたら仕方ないよねみたいな感じで病院で言われちゃって、もうなんか子供が欲しかったのでスパッと辞めて専業主婦になって行きました。あ、そうなんですね。はい。お子さんは今何歳なんですか？あ、今は、7歳、4歳です。あ、そうなんです。あ、ちょっと似てますね、年が。似てますね、小学生と、はい、幼稚園生です。あ、そうなんですね。じゃあお子さんが7年前にできて、そうです。それからもうずっと、うん、2019年まで。そうですね、2019年まで専業主婦。はい、2019年から自宅パン教室を開業しました。3年前ですね。そのパンっていうのは前から興味があったんですか？いや、主婦になってから茨城で見つけた趣味なんです。なんかちょうど近所に子連れで行ける託児付きのパン教室みたいなのがあって、実家の大阪の実家の近くにもあって、なんか子育ての合間に、私すごいパン好きなんですよ。自分で作ったパンを食べるみたいな、子供も喜ぶみたいな、美味しいみたいな、作った方が美味しいみたいな、でちょっと趣味でやってて、趣味を仕事にした感じです。はい、なんか結構そんなバリバリ働いてから、そこから子育てとかって、うんうん、精神的に辛かったりとかしなかったんですか？辛かったです辛かったですね。一番辛いなって思うのはやっぱり私実家が遠いので、ゆりさんもでも実家遠いですよね。あ、遠いです、遠いです全然私が遠いとか言ってダメなぐらい遠いと思うんですけど、大阪なので実家が、主人の実家も関西だし、簡単に親を頼れない中で、主人も仕事で忙しくて出張も多いし、本当一人で家のことと子供のことをやってたんですけど、私っていう個人の時間を確保するのがやっぱ難しいですよね。赤ちゃんと、下が生まれてからはお兄ちゃんが2歳で赤ちゃんがいてみたいな中で、自分っていうのがずっとないなみたいな感じていて、子供はどんどん成長していくし、主人は会社でどんどん仕事を任されるけど、なんか私はお母さんか妻ばっかりで、私っていう人生がないなっていうことに耐えられなくなって、パン教室とか行ってたし、なんか上手とか言われるしみたいな感じで、趣味を仕事に、子育てと家事に支障がない範囲で自宅でお教室を開業しました。そうなんですね。それ2019年何月ぐらいですか？
2019年の春。春。じゃあ1年ぐらい経ったらコロナが来たみたいな感じですか？そうなんです。おっしゃる通りで。あ、そうなんですね。え、じゃあ結構軌道に乗ってきたなって思ったらコロナみたいな感じになってしまった感じですか？その軌道に乗ったの、なんか定義が難しいなと思うんですけど、まあまあ、生徒さんがついてきてくれて、来月の予約開始しますって言ったら、まあまあ入る感じではありましたね。コロナが始まってからオンラインに切り替わったってことですか？はい、オンラインレッスンしてました。やっぱり、茨城県なんですけど、ここは、私が住んでいるところは。都内に仕事で行くご家族っていうのも珍しくはないし、普段どういう人と接してる人と一緒にレッスンを同じ空間で受けるのかっていうのがすごく怖いってやっぱ生徒さんから言われまして、対面でお教室やっぱこうマスク外して食べるしっていうのはちょっと怖くていけませんみたいな声が多かったですね。なのでオンラインレッスンもやりました。あ、そうなんですね。そこでオンラインレッスンをされている時に、はい、運命の出会いがあったってことですか？そうですね。コロナってなった時に、2020年の春ですよね。日本は小学校も幼稚園 も休みってなって、普通の生活ができなくなった時に、本当に真面目に大人の女子校で勉強し始めまして、私も。で、そこからですね、変わっていったのは。そうなんですね。今はパン教室もされてるんですか？いや、もう今はもうパンを作る余力もなく。ああ、そうなんですね。ぐらいからやってないかな、ファンは。去年の夏からやってないですね。あ、そうなんですね。はい。秘書と広報一色です、去年から。ああ、それはどういうきっかけで、はい、なんかスカウトされたんですか？まあ、簡単に言うとそんな感じですかね。秘書業務を始めたきっかけは、まず大人の女子校でちゃんと勉強しようと思ったきっかけは、パン教室って、材料費も必要だし、私、自分が習った先生からのれん分けしてもらう形で、教会に所属して、お教室やってたんですけど、そうすると、ロイヤリティって言って、教会に払わなきゃいけないお金とかがあって、レッスンで一人4000円とかでやってたんですけど、4000円で毎月に何人とか来て、その中から材料費払って、教会にお金を払ってってすると、手元にお金が残らないなっていうのがあって、それを何とかしたかったのがまず一つと、で、大人の女子校では自分を生かして時間もお金も自由に作っていこうみたいなところがすごく大きなコンセプトとしてあるんですけど、その強みを生かすっていうことがとっても大事で、強みっていうのは人には難しいけど自分には簡単にできることをやっていきましょう。そこでビジネスにしていきましょうっていうスタイルで勉強できるんですけど、大人の女子校では。なので私の強みを生かして頼まれたことをやっていくっていうことで、いつの間にかこうなったっていう感じなんです。そういうことなんですね。で、その強みっていうのはたまたま私、大人の女子校の株式会社の社長であり、校長の岡崎さんっていう方がいるんですけど、岡崎さんとたまたま同じ自治会に住んでたんですよ。すごい。たまたまなんですけど、で、それで岡崎さんが、まあ、コロナ禍なんですけど、波が静まってる時に出張に行くっていう時に、ご自宅から目的地までの最適なルート、住んでるので分かりますよね。あとコロナ禍での運行状況とか、把握しやすいっていうことで、出張手配専門の秘書業務を任せてもらうのが始まりました。その時はまだパンも作ってて、パンの試作の待ち時間、発行時間とかで、まあ、乗り換え案内とか検索できるので、ちょこちょこっと出張の手配をして、まあ、ファンもオンラインで教えて、みたいな。ところが始まりですね。だから本当たまたま近くに住んでて、まあ、パソコンもまあまあ触れたので。そこから秘書部長、はい、今、はい、そうですね。秘書部長もやってますね。そんないっぱい秘書さんがいらっしゃるんですか？まあ、社長室、株式会社になったので、その岡崎の秘書、私ともう一人いて、あと、幹部の秘書とかもいるので、あ、なるほどね、そこの取りまとめもやって。求めてるって、ああ、なるほど、はい、そうなんですね。じゃあ、大人の女子校ってどういうところか教えていただけますか？はい、大人の女子校は20代から50代くらいまでの、主に、まあ、男性も全然大丈夫ですけど、女性が多くて、20代から50代の女性が自分らしい人生や自分の強みを生かした
ビジネスを学ぶオンラインの学校です。本社が茨城県ひたちなか市というところにあって、法人化するときに代表の自宅を登記したんですけど、なので本社が茨城県にあって、日本全国、あと世界中にも会員さんがいまして、最新の会員数は1971人。すごい大きい。はい、で、1971人っていう人数は、大人の女子校の無料で学べる Facebook グループというのを運営してるんですけど、そこで無料のコンテンツを閲覧することができる会員さんの人数。はい、でその中から個人の目的に合わせて、もう少し学びたいとか、私はこれぐらい稼いでみるとか、今こういうことに困ってるっていう個別のアドバイスとか、もう少し深い学びが欲しい方には有料コンテンツを提供しています。どういうビジネスをされている方が多いんですか？はい、いや、何でもありですね。何でもあり。オンラインジムとか今多いと思うんですけど、ご自宅で個人事業主さんとか、起業家さんのジムを請け負う、うんうん、オンラインジムの方も多いですし、あと物販が強いです。ハンドメイド、アクセサリーとか作っていいねとか、オンラインで売りたいとか、とお菓子製造販売業の方とか、すごい売れてます。主婦の方とかだけじゃなくて、はい、はい、専業でビジネスされてる方とかもいっぱいいらっしゃるんですか？あ、多いですよ。うーん、みんな専業でというか、その家庭環境は本当様々で、介護をしながらとか、外でお勤めしながら空いた時間に副業で起業したいとか、もちろん子育てしながら自分の時間でこんな風に働いてみたいとか。女子校では、なんていうんですかね、ビジネスって結構いろんな段階があるじゃないですか。はい。どこら辺がターゲットというか、どこら辺を主に教えてるんですか？はい、ピラミッドで言うと、一番下、下はやっぱり無料で、どんな方でも全然入ってもらって大丈夫なんですけど、その中からやっぱ目的別、段階別になってるんです。有料コンテンツが。うんうん、でまず、本当にちょっと私、起業で頑張りたいんですってなった、初めて起業しますっていう方に対しては、月商10万円目指してみましょうというクラスがあります。うん、そこでやっていただきます。でも10万円稼いだら、次20万の壁が来ると思うんですけど、20万の壁が来たらまたそういうクラスがあって、結構細分化してステップバイステップで教えて、はい、あ、そうですそうです。でそれも個別化、でその先もっとやりたいっていう人にはそれなりのコースがあって、それあんまりないですよね、はい、そんな、なんか細かくこうステップで教えてくれるっていうのはなかなかないですよね。そうですね、うん、ですね。あと一番上のクラスだったらやっぱ月商100万円ぐらいまで行きたいよっていう方に対してのコースですね。なんか会員数も多いし、その、はい、ネットワークっていうのもいいですよね。そうですね、うん、一番フロントの商品といったらあれなんですけど、無料のコンテンツグループ入っていただいて、でもいきなり10万目指すコースに行くにはちょっと怖いよっていう人もたくさんいらっしゃるので、そういう方たちは月額5500円で講師に何でも相談していいよみたいな1ヶ月単位のクラスっていうのが、ここが今一番人気で170人ぐらいかな、12月お申し込みがあって。すごいですね。講師も20人ぐらいいるので、自分の目的とか自分のタイプに合った講師を相談しながら選んで、1ヶ月間講師に何でも相談しながら進めるっていう。いいですね。なんか自分のペースでできる感じですね。そうですね、なのでこっちが決めるんじゃなくて、私が使える時間はこれぐらいです、これぐらいでできることをこの成果のためにやりますみたいな感じです。じゃあ、あさみさん自身はパンもお好きだとおっしゃってたんですけど、はい、パン教室よりも今の方がなんか合ってる感じはするんですか？あ、しますね。そうなんですよ。そこはとっても大事で、パンも全然好きだったし、やっぱり生徒さんにも恵まれたので楽しかったんですけど、私の本質というか性質が、やっぱり人の可能性を後押ししたり、未来に向かっていくとか、そういうのがすごく好きで、それも多分学生の時に自分で気づいてたから、そういう会社を選んで就職したはずなんですよね。でもそれをやっぱり主婦になって、母になって、妻やって、みたいなのをやってると、本当の自分を蓋をして、いいお母さんになるためには、みたいな。
とか、なんか旦那さんが全然いないから家のこと頑張らなくちゃとか、なんかそういうなんかべきねばべきねばでみたいなんで、自分の本質を蓋をしてしまっていたっていうのがありますね。し、なんか田舎だからそんななんか未来へ向かうとか可能性を取りに行くみたいな感じはもうないって思いました、こっちに引っ越してきた時。そうなんですね。いやもうめっちゃ田舎なんでこの辺でもそれって本当に運命的な出会いですよね。そしたらそうですね、だってそんなご近所さんでそんな方がいらっしゃったってことですよね。そうなんです、そうなんです。それも生徒さんが紹介してくれたんですね、パン教室の時の。あ、え、先生岡崎さん知らないのみたいな感じで。そうなんですね。もともと大人の女子校っていうのはオンラインだったんですか、それとももう地元でやってたんですか。あ、もともとオンラインで、オンラインでというかオンラインもリアルもやっていたが正しいですかね。あ、なるほど。やっぱりその、ね、移動すれば簡単に会えたじゃないですか、コロナの前からやってるので。大人の女子校は2015年に創業しているので、もう全然その大規模イベントとかできるわけじゃないですか。なので全国に学んでいる人たちが、この日はオンラインじゃなくてこの会場で集まってみんなでマルシェをやろうとか勉強会をやろうとか全国各地でやってたんですけど、まあ、講義のたびに行くってなると交通費とかもかかるから講義はオンラインでやったりとかしてたんです。なるほど。今はでもほとんどオンラインだけですけどね、もうコロナになってからは。ああ、そうなんですね。はい。じゃあ今のお仕事の魅力っていうのはどんなところですか。はい、やっぱり私の本質の中に相手の可能性を取りに行くのをサポートする、自分で可能性を取りに行くとか成果を取るっていうのはすごく自分の中で大事なこととしてあるんですけど、あるし、私の強みを使えばできるので本当にそれが日々実現していくっていうのがやりがいであり魅力です。今秘書業もしながら、はい、あ、広報活動もしていて、はいはい、そして授業も受講生も、はい、受講生のサポートもしています。私も講師の仕事をしているので。え、お忙しいですよね、そしたらかなり。そうですね、まあ暇ではないかな。稼働時間は1日6から8時間ぐらいかなと思います。結構がっつり。あ、でもお子さんが小学校と幼稚園だったら、まあ、時間はその間があるっていう感じですか。うん、そうですね。うん、そうなんですね。あと寝た後とかも、忙しい日は寝た後とかもやります。あ、もうリモートワークなんですか。あ、もう完全にこの、ここ家なんですけど、家でパソコンとスマホ。あとは、広報のお仕事はラジオ局に行ったり、新聞社に行ったりするので、家から車に乗って出かけていきますね。ああ、そうなんですね。はい。広報のお仕事とか昔されてたんですか？いや、やってないです。すごい。それも、もう手探りみたいな感じですか？どうやって？本当手探りです。たまたまあれなんですよ。今回こういうお話しする場をいただいたので振り返って考えていたら、昨年2020年の10月に大人の女子校が株式会社になったんですよね。でその時私秘書の仕事しかしてなかったんですけど、法人化の手続きとかを司法書士の先生と社長の代わりに私がやったりとかをしていて、それを社長が見てて、なんか行政や外部の対応もできるやんみたいな感じになって、あ、そういえば営業やってたよねみたいな会社で、うん、確かに、なんかちょっと外向きの秘書業務やらせてみようかみたいな感じで広報やってみなみたいな。あ、すごいですね。どんどんチャンスが増えていく感じですね。そうなんですよ。それで大人の女子校が株式会社になって、うん、2021年の春に今まで3300円の月額の会費制だったのを無料化にして、このコロナ禍で一歩踏み出したいけどどうしたらいいかわからないっていう人からの問い合わせがすごく増えたんですよ。だからその会費制じゃなくて無料にしたらもっとみんな一歩踏み出しやすくなるだろうみたいな感じで会費制をなくした時に、そのために会社って知ってもらってること自体が信頼だから、会社としての名前を世に売っていきたい、企業価値を高めたい、だから広報に力を入れますみたいな方針になってやってみてって言われたんです。なるほど、そういうことなんですね。そうなんです。じゃあなんかインタビューを取り付けてきたりとかそういうお仕事なんですか？そうですね、毎月会社としてのお知らせ、プレスリリースを出して、うん、メディアの方に配って、広
こういう活動してるっていうのを知っていただいてるんですけど、うん、活動としては実際社長や、まあ、弊社の関係者がとかラジオとか取材とかが今年3月から始めて13件ぐらい取材出演、うん、はい、うん、してますね。あと地元の商工会の開放誌に載ったりとか、ひたちなか市の市長と弊社の社長の岡崎が対談したりとか、はい、地元 の、 あの企業様と協力してちょっと会社の PR をお手伝いしたりとか、あと最近ではあの茨城県ひたちなか市安治ヶ浦町っていう海辺の町のワーケーションモニターツアーの PR の協力とかもしました。はい、ワーケーション、あ、バケーションっていうのはあのワークとバケーションを組み合わせた造語らしくって、うん、リゾート地に行って、まあ、仕事をしながらリフレッシュする、リフレッシュしながら仕事するみたいな働き方が今コロナで増えてきてる。あ、観光で落ち込んだ需要をバケーションで取り戻そうっていうのが、あ、いいですね、あの国として今日本は結構やってるんですけど、茨城県も例外ではなく、そこの町のちょっと協力をしました。あとはあのひたちなか市の男女共同参画推進事業所っていうので多様な働き方をしているっていうのを表彰されましたね。ああ、すごいですね。面白いなんかことがいっぱいありますね、はい、そしたらそのお仕事、なんかこの1年でいろいろ、1年経ってないですね、3月からなので9ヶ月ぐらい、はい、結構でもまだまだもっともっと知ってもらいたいので、まだ、ね、C レベルの話とかも多いし。いや、なんか本当にお話をされてる時がめちゃめちゃ楽しそうなので、はい、で本当にお仕事楽しいんだろうなと思って。そうですね。うん、楽しいですね。じゃあ、はい、渡辺さんのことについてお伺いしたいんですが、はい、あ、私、はい。はい。ご自分の中でブレイクスルーがあった出来事があったら、はい、その前と後でどんな風に変わったか教えていただけますか？はい、出来事としては、私、あの、ワンオペ育児って言わないっていうことを意識したのが、本当この2020年、コロナ禍での出来事としてあるんですけど、うん、2020年の春は、本当にコロナが始まって、世界中の方が大変な思いをしたと思いますし、なんか当たり前のことが当たり前じゃなくなったっていうのを感じてるんですけれども、我が家も例外ではなくて、もともとあの海外出張が多かった主人が、出張先のベトナムからコロナのせいで帰国できなくなったんですよ。5ヶ月ぐらい帰ってこれなくなっちゃって、もうなんでこんな時に行くのよ、みたいな。コロナが始まりかけた時に、ちょっとどうしても行かなあかんねん、みたいな感じになって、日本に入国で、あ、飛行機の便なくなったとかそういうことですか？飛行機の便もなくなってましたし、その本当大変ですよね、あのコロナ禍で国をまたぐっていうのは。どっちの国の規制もクリアしないと入国できないの で、うん、で代わりに人も行くんだか行かないんだかみたい な、なんか私には分からないレベルの話なんですけど帰ってこれなくなっちゃった時に、もう本当春夏って主人がいなかったんですよ、去年。で、2人子供がいて、長男もまだ年長さんと3歳だったので、でも子供はずっと家にいるし、なんか預かりも簡単に使えないしみたいな。で、この時は本当にもう人のせいばっかりしてたかなと思うんですけど、すごい被害者意識があって、私ばっかりやんなきゃいけないとか、どうしてこんな時に家族のそばにいてくれないのとか、もうなんでなんでなんでみたいな、すごい被害者意識で、大人の女子校で勉強を始めたら、当時の講師の方に、ワンオペ育児って言わないって言われて、本当それですね、もう分かった、もう言わないんだな、みたいなので意識して、過ごしていました。で、どう変わったかっていうのは、本当に言わないっていう決めたことで、今振り返ってみると、言わないってことはやっぱ考えないことになってくるので、意識の中で。人のせいにしないっていうのができるようになったと思うんです。今は本当に能動で主体的に自分発信で動けることが増えてきたんじゃないかなって思います。なんか世の中に制限がない人なんていないですし、その時は本当に私ばっかりみたいな、私ばっかりこんなに不自由だみたいな、すごい被害者意識だったんですけど、全然そんなことなくて、みんな何かしらありますよね。子育てしながらとか、介護しながらとか、お勤めしながらとか、絶対なんか制限や制約はある
けど、今ある環境をどう使って自分をどう生かすかっていうところに集中することが大事なんだなっていうことかなと思います。うん、そうですよね。はい。旦那さんもベトナムにそんなに長い間足止め食らってしまったら大変だったんですよね、きっとね。あれにありましたよね。本当になんか。そうなんですね。でも確かにその言葉を、やっぱ言葉、言ってる言葉でなんか変わっていくっていうのはすごいわかります。その言葉を言わないことによって、そういう風な方向に気持ちがいかなくなって、いい方向に回っていくっていう感じですよね。そうですね。結果そうだったんだと思います。すごいですね。でも大変ですね。言ってるだけで大変そうだ。どうなんでしょう。大変なのかな。でもその中でこうちょっと勉強しようって思ったのもすごいですよね。私にとってはね、なんかコロナだからとか、子供が2人いるからとか、実家が遠いからとか、まだ子供がちっちゃい指定がかかるからっていうのを言い訳にして、自分の人生をどん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 後に回すっていうことの方が耐えられなかった、うん、そうですね、あと何年経ったらとか、コロナが明けたらとか、うんうん、 でもいつ明けるか分かんないじゃないですか、コロナ。分かんないですよね。そこまで待つっていうのが私は耐えられなかったっていうだけです。そうなんですね、うん、じゃあこれからどんな世界を作って、はい、どんな役割を果たしていきたいというのがありますか。これはですね、私が今学びながら教えながらなんですけど、大人の女子校は仕事しながら学びながら教えながらみたいな場所が大人の女子校なんですけど、大人の女子校では本当に家庭の幸せも仕事の成功もみんな当たり前に両立できるんだよっていう前提から始まるんですよ。だからもうワンオペって言うなみたいな。なるほどなるほど。今ある環境をどう使うかでしょうみたいな、その中でどうやって可能性を取りに行くかっていうことに本当に真剣に向き合ってくれる学校になって、そういう大人の女子校っていう場所を私をきっかけに興味を持っていただいて、私から学びたいって言ってくれる方も本当ありがたいことに毎月私のクラス満席でいるので、私がこう等身大で話すことで、なんか私にもできるかなとか、一歩踏み出す女性のきっかけになるといいかなと思ってます。なんか世界っていうか、まあ、本当にそれをもっともっとやっていきたいなっていうことですかね。役割は広報と講師として成果を出すことを突き詰めていきたいなって思ってます。結構あれですよね、女の人って本当に自分が後回しになってこうなんか諦めるという、諦めてる自覚もないみたいな、これはこういうもんだろうみたいな感じでこう、はい、なってて、もうそのうちなんか夢を見ること自体おかしいだろうみたいな感じになっていきますよね。ああそうですね、そうかもしれないですね、うん、なんかもう茨城に来た時はもうなんかキャリアを積むっていうことと引き換えに私は家庭の幸せを手に入れたんだな、みたいな。だから、いいお母さんしなきゃいけないし、いい奥さんの方がいいだろうし、みたいな。まあ、すごいありましたね。ああ、じゃあなんかやっぱ、両立はしない、なんか充実した仕事と家庭っていうのは両立はしないみたいな前提だったのが。めちゃめちゃありましたね。じゃあ今はそういうことはないっていうのを皆さんに伝えてるって感じですか。うん、全然ないと思います。なんか普通にできるなと思って。いいですね、いいですね。それすごい。じゃあ最後の質問なんですが、はい、今モヤモヤしてるけど、これから自分の道を作っていきたいと思っている女性に、どうすれば一歩踏み出すことができるかアドバイスがあれば教えてください。ないもの探しではなくて、すでにある、すでにできるものを探してほしいなと思います。意外と簡単で自分では気づかないかもしれないけど、あるものっていっぱいあると思うんですよね。私だったら本当たまたま校長の近くに住んでたとか、なんか知らないけど校長に言われることは全部なんかできたなとか、本当に皆さん絶対あると思うんですよ。なんか自分では分かってないかもしれないけど、すでに持ってるもの、できるもの。それをあえて見つけてほしいなと思います。で、コロナだからできないじゃなくて、なんかオンラインだって、スマホがあれば大体のことはできるし、やり方を工夫すれば何でもできると思うんですよね。だから、できない、ない、ない、ないじゃなくて、あるに目を向けて、じゃあ自分が
本当に心から望むものを手に入れるためにはこのあるものをどう使ってとかどこをどう伸ばしてやっていくんだろうみたいな風に考え方を変えてもらえたらいいんじゃないかなと思います。なんかあるものって結構気づかないと思うんですけど、どういう風に視点を変えたんですか？あるっていう風にあるに視点を変えたのは岡崎さんと話しててですかね、うん、人との出会い。本当に本当ダメダメだったので最初なんかないものばっかりの世界に住んでるような気がしますみたいなのを言ったら何言ってんねんみたいな感じで、あ、岡崎さんは関西弁喋らないんですけど茨城弁で怒られて、うん、日本に住んでるだけであるものばっかりでしょみたいな、そこでガーンって頭打ったみたいな感じでハッとしてあるを見れるようになったかもしれない。あ、そうなんですね。水だって日本に住んでたらジャーってひねったら飲める水が出るんだし、うん、そんなないものないものみたいな世界に住んでないでしょみたいな感じで怒られて、そうですよね、うん、明日食べるものに困ってんのかみたいな、いや大丈夫です確かにすごいですね社長そうなんですよ、もともとみんなある世界に住んでるんだよみたいな、うんうん、とくとくと怒られた時があって、うん、でもそういうメンターがいると全然違いますよね。そうですね、うんうん、みんな生まれた時からプラスの世界に住んでるっていう前提、うん、それすごいすごいいい前提でも本当にその通りなんですよね。その通りだけど忘れるんですよね。そうなんですよそうそう、なんか恵まれている人って結構それを忘れちゃうみたいな。そうなんです、うん、でも本当に強みもそうで、みんな絶対持ってるんですけど、自分の中に人よりできるもの、うん、でも自分は苦労せずに簡単にできるもの、成果が取れるもの、絶対あるんですけど、そこじゃなくてできないことを埋めようとしちゃうんです、うん、そうですよね。え、じゃあその強みとかは自分でわからない人とか、大人の女子校ではそういうのを教えてくれるコースがあったりとかするんですか？はい、そうなんです。大人の女子校ではその一番最初に受ける無料会員さんはちょっといきなり無料で受けられないんですけど、何か一つでもコースとか月額5500円のクラスとか何か一つでも受けたことがある方は無料でその強みの考え方とか見つけ方っていうセミナーを必ず受けられるんです。無料で受け入れて、しかも何回でも受けれるので、それでこうちょっとずつ学びながら見つけながら、あとはまあコンサルとか上手に使って方向性を決めていければいいかなという感じでやってます。そうなんですね。はい、じゃあなんか全然ビジネスのアイデアとか固まってない人でもウェルカム。あ、全然、うん、あ、全然大丈夫です。固まってない方の方が多いです。あ、そうなんですね。あ、はい、そこで探していくみたいな。そうです。過去自分がうまくできたこととか、昔の職歴とか、自分が苦労せずに人よりうまくできることとか、そういうことから探していきます。なるほど。わかりました、はい。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に今日のあさみさんのお話を聞いて、大人の女子校に興味を持った方とか、あさみさんもっとフォローしたいなっていう方がいらっしゃったら、どちらに行けばいいでしょうか？大人の女子校は本当にインターネットで大人の女子校って検索していただいたらホームページが出てくるので、そこに見ていただいたら概要がわかるのと、あと Facebook されてる方は大人の女子校の一般グループ、無料でどなたでも入っていただけるので、そこに来ていただいたら何をやってるのかなっていうリアルタイムに見ていただけると思いますし、そこのグループに入っていただくと簡単なアドバイスや15分のコンサルなら誰でも無料で受けられます。で、私も Facebook をやっているので、川又あさみで検索していただくと出てくるかなと思うんですが、はい、ありがとうございます。ゆりさんのお友達にいますしね、ゆりさんのお友達にいることが確認いきなりお友達申請してしまいました。あ、いえいえ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、あさみさん、今日はもうお忙しい中、本当にお忙しいと思うんですが、はい、どうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。実はこのポッドキャストが有料級だというお声をよくいただきます。もしこのポッドキャストがあなたの人生で何かお役に立ったことがあれば、ぜひご家族、お友達、会社の方など周りの人とシェアしていただけると嬉しいです。配信登録、星マークポチッと、レビューの方もよろしくお願いいたします。現在、セルフコーチングワークブックやアクションプランニング、瞑想マスタークラスの動画など、
無料のコンテンツをまとめたライブラリーへのアクセスをプレゼントしています。ショーノートのリンクから登録してください。また、無料の Facebook グループ Happily Ever After 未来デザインでは、メンバーを募集しています。世界各国から自分も世界も良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加登録をすることができますので、よろしくお願いします。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方は、ホームページ www.yuri-media.com をご覧ください。こちらもショーノートにリンクがあります。